社名は高音域のカ間の楽器クラリオンに由来する。本社は埼玉県埼玉市中央区新都心に所在する。カー AV、バス用の放送装置などが主力商品である。日産やホンダをはじめとする日本の各自動車メーカーや日本国外では PS ウェイプ上シトロエンルノを問え純正ナビオーディオを OEM 納入している。 2005年には、アップルの iPod と連携した、カーオーディオ、VRX755VD を発売し、引き続き日本国内でも、同様のカーオーディオやカーナビを発売した。日産純正カーナビでの iPod 対応型も、発売した。2007年には、多様なメディアの再生機能や高い耐久性が、 評価され、米国で販売していた VRX935VD と VCZ625 の2製品がアメリカ航空宇宙局に採用された。カー AV 機器としては、世界で初めて自動車と同じ 12V 電源を持つ国際宇宙ステーション内に取り付けられる。2012年6月には自動車向けクラウド情報ネットワークサービス、 スマートアクセスを開始する。バス用機器も、事業の柱の一つで、音声合成放送装置や運賃表示器行き先表示器シンセサイザーカラオケなど多岐にわたる。特に国内路線バス向け、音声合成システム市場においては、約7割のシェアを持つ。かつては、家庭、施設向けのカラオケも手掛け、この販売、楽曲配給は BM、BMB が行っていた。 現在も歌広場等で、クラリオン製スピーカー等が設置されているのを見ることが、できるや第一交渉のダムもある。2002年から、コンテンツ事業を開始した。ウェブサイト、携帯公式サイトも運営している。ムビウム、スマートアクセス、お名前鑑定団。キャンペーンガール、クラリオンガールを主催していたことでも有名である。同社カーナビゲーションのガイド音声役でもある。 シトロン c 2に装着されているクラリオン製、カーオーディオ2010年発売のカーナビゲーションから、経路誘導時の音声を好みで変更することができる、ダウンロードボイスを展開。現在では、タイゲ・サクラ、松久留美優、上田香奈、鈴木彩、西安香といった、人気声優を起用している。2015年のフランクフルトモーターショーで、シンフル。 デジタルサウンドシステムを発表し、2016年春より、日本、北米、欧州、オーストラリアで発売開始した。2018年10月26日、日立製作所は、東京都内で決算会見を開き、フランスの大手自動車部品サプライヤーであるフォルシアに、クラリオンを899億円で売却すると、正式に発表した。これによりクラリオンは、 日立製作所の連結子会社から外れる。日立製作所は、フォルシア子会社である、エナップシス SS が行う、株式公開買い付けに、保有するクラリオンの普通株式をすべて応募し、2019年3月1日に、エナップシス SS による、株式公開買い付けが成立。 クラリオン株式は同年3月25日付で上場廃止となった。ありがとうございます。